バンフージー劇団サンバカーニバルミュージックカーニバル。ラジオネームキツネ目の高坊高見さん、はい、僕のツイッターのフォロワーは、はい、ゼロです下には下がいます、頑張ってくださいあ元気いらっしゃる。ゼロでもやってるってすごいよね。もうゼロだと、はい、ただのメモだよね自分しか見てないんだもんね確かにこんなことあったなみたいな。ラジオネーム社会人よね。僕はしっかり高見さんのツイッターを見てますし、ありがとうございます。毎回とても可愛い写真を上げてくれるのでとても嬉しいです。あーよかった。でも僕は高崎さんの方が圧倒的に好きですっていうメッセージをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ時刻は9時を回りました。劇団サンバカーニバル、この時間は素敵なゲストをお迎えするミュージカルカーニバルです。今夜もリモートでのご出演となります。ゲストはメロメロのひなさんです。こんばんは。こんばんは。お願いします。お願いします。ひなさん今お風呂に入ってます？声がこれお風呂場だよね確かに確かに。え、本当ですか？なんか響いてます。すんごい響いて、なんか声が遠くの方。うん。え、今ご自宅ですか？今、サンミュージックの事務所にいるので。今近くになりました。うんうん。あ、本当ですか？よかったです。あ、そっか、今事務所で、なんか会議室かなんかで。そうです。太田プロさんとすごく近くて。へぇー。あ、そうなんですね。うん。あのね、本当道挟んで横で、その道も、幅2メートルぐらいの細い道だから。はい、本当それだけですね。そう。だから俺、太田プロの喫煙所からサンミュージックが見えるのよ。そうするとたまにさ、なんかヒゲ男爵とかがさ、ネタの練習しててさ。はい。面白いのよ。見られてますよ。そうですね。じゃあ今度ちょっとそちらの方に行ってみます。ぜひぜひお待ちしてます。はい、さあメロは改めてどういったグループなんですか？メロメロは全員が身長150センチ以下の、うん、ガールズユニットになってます、うん、みんなちっちゃくて、よく中学生とか高校生と勘違いされることが多いんですけど。あ、そう、はい、あのね今手元に3人の写真あるけど、はい、なんか そんなちっちゃいイメージないんですけどね。うん、あーなんか結構ステージとかにいるときは大きく見えるって言われるんですけど、うん、近くで会うと本当ちっちゃいねって言われることが多いですね。あ、そうですか。はい、ひなさんちなみに何センチ？私149センチです。おお、ギリギリじゃんこれ何、仮に身長が急に伸び始めて、はい、150越しちゃったらこれどうなるの？いや特に大丈夫です。なんか後付けなんで実は、うん、たまたま集まったらみんなちっちゃかったっていう感じで。あ、そうなんだ。はい、さあというわけでアンケートも書いていただきましたね。はい、はい、最近嬉しかったことは、自粛期間中にリモートでけん玉検定アドバンス3級とけん玉先生の資格を取得したこと。ん、何これ、はい、どういうこと？けん玉検定アドバンスって何？けん玉検定っていうのがありまして、こうベーシックアドバンスとかあるんですけど、ちょっと上級の級を取得できました。へぇー。はい。3級だと、ごめん、俺そんなにけん玉知らないんだけど、例えばこの技みたいなので言うと。一回転灯台とかあるんですけど、ちょっと難しいな、なんか言葉で説明するのが難しいんですけど。そこをどうにかお願いします。玉の上に、剣を乗せる。一回転させて乗せる技とか。玉を持つんだ、じゃあ。はい、そうです。玉持って本体の方をくるっと回して、はい、回して乗せるんです。でなんかこの本体の足の方を上に乗せるの、はい、それとも先っちょの尖った方を刺すの？あ、下の丸い方です。うわ、めちゃめちゃ難しそう。やば。それ検定の時っていうのは、はい、一回勝負？あ、三、あれ何回だっけ、三回、あれ、三回かもしれない。三回じゃなくて、五回までできます。おお。はい。いや、でも、なかなか緊張するよ。結構震えたりしますね。うん。で、それで見事合格して、はい。いずれはじゃあ二級一級と。
そうですね、挑戦したいと思ってます。なんでまたそのけん玉をやろうと思ったんです？あのサンミュージックにあのけん玉パフォーマーのイージーさんという方がいらっしゃって、でそれでちょっと私がけん玉が好きだったので、うん、一緒にこうコラボしてあのパフォーマンスをしようってなったのがきっかけで、そこから猛特訓し始めました。その方ってあれですか、はい、世界でも活躍されてるような方？そうですね。あ、たまにテレビで拝見するわ。じゃあすごい先生だ。そうなんですね、教えていただいて結構上達しました、うん、はい。でそのけん玉先生の資格を取得ってのはありますけど、はい、実はあの級を認定してあげれるようになって、けん玉検定を見てあげられるようになりました。すごい。え、はい、じゃあ何、俺が例えばけん玉勉強します、はい、でひなさんに見てもらったら、はい、級をいただけるの？そうなんです、合格シールを貼ってあげれます。すごいね、はい、もう誰か審査しましたか？いや、まだ一人もやったことなくて。おお、やりたいよね。やりたいですね。やりたいけどさ、はい、落とすのきついよね。確かにそうですね、ちょっと心苦しいというか。で、多分知り合いになるもんね、ひなさんのね。そうですね。で、ちょっとひなちゃん見てよ、私勉強したからって言って、はいはい、で失敗したらごめん、はい、ちょっとシールあげらんないわみたいな。そうでしょ。やだな、下手したら友達関係終わるもんね。そこはもう優しく頑張ります。優しく、ね、さあそして、はい、最近恥ずかしかったことは、はい、最近初めてカップ麺を作り、うん、3分待つときに蓋を閉めることを知らず開けたままにしていたこと。どんだけ世間知らずなのよ。カップ麺、今まで、今おいくつですか？うん、もう23です。23年生きてきてカップ麺作ったことなかったの？はい、そうなんです。まだカップラーメンは食べたことなくて、実は、でカップ焼きそばをこの間初めて作って、はい、作るのに結構時間かかりましたね、やり方見ながら。どういうことだ、あの家がそういう環境なの？はい、いや、いや、そういうわけじゃないんですけど。だってさ、普通に生きてきたら、はい、避けて通れないというかさ。美味しいし早いし。なんか気づいたら23になってました。カップラーメンまだ食べたことないんだ？ないんです。いや、そんな人いるの？そうなってくるとさ、はい、食べないでほしいよね。そうですね。いや、なんかもう食べるタイミングがわからなくなっちゃいました、ね、いや、だからもう本当に、あのもう最後の晩餐に食べてほしいよね。貫いてほしい。そう、もう80ぐらいになって、いやー、はい、今夜が山ですってお医者さんに言われた時に初めて食べてもらいたいね。そうしたいです。おー、でその初めてだからカップ焼きそば、はい、うん、を作って食べてみた感想はいかがでしたか？いや、実はそれがすっごいもう激辛 の、 あのカップ焼きそばをあの YouTube の企画で食べたやつで、なので、初めてなのに、はい、初めてなのに変化球か。美味しいの食べてほしかった、ね、辛すぎて味わえなかったですね。 あのなんだっけ、ペヤングだっけ？あ、それです、はい、めっちゃ辛いやつだ。辛いんだよ、はい。ここからみたいな感じで、はい、さ、昔のさ辛いやつってそんなに辛くなかったイメージだけど、最近のさ、もう本当に完食させるつもりないよね。いや、本当に一口で結構もう火吹くぐらいでしたね。分かる分かる、俺もむせたわあれは。それだったんだ最初。はい、いや、ひなちゃんね、本当にあの、はい、カップ焼きそばのこと嫌いにならないであげて。本当は美味しいからあれ。はい、さあ他は。はい、最近ハマっていることは、ダンスの振り付け、お、手巻き寿司。あらら、ダンスの振り付けやってらっしゃる。はい、ちょっとずつなんですけど。それはメローメローの？あ、違います。なんか普通の曲で、自分たちの曲じゃない曲で、こうちょっと振り付けをして、あのSNS に投稿したりしてます。踊ってみた的なことですかね？はい、そうですね、なんか、
あの表現力とかアップにもつながるかなと思ってやってるんですけど、結構なんかこだわりとかって難しくて、うん、でもそれがすごい楽しいです。何こだわりが難しいって？なんかここの音でこれをやりたいとか、うん、なんか撮ってみたけどこの角度変だなとかいろいろあって、うん、はい。でもそうなってくるとさ、どんどんハマってっちゃうとさ、はい、今度自分たちがさ、はい、振り付けの先生に教わった時に、はい、ちょっとこれ違うんじゃないですか、確かにみたいなことになっちゃわない？いやー、まだ全然レベルがそんなんなので、うん、なんとも大丈夫です、うん、でもまあいずれは、はい、どんどんスキルアップしてったら、うん、メロメロの曲 で、 そうですね、やってみたいなと思いますね。ねえ、それはやりがいあるよね、はい、やったら、はい、あと手巻き寿司ってのは何？あの家で手巻き寿司するのがすごく今好きで、うん、あのお寿司が好きなんですね、はいはい、イクラとあのマグロが好きで、うん、それだけをひたすら巻いて食べてます。その2つだけ？はい、真っ赤っかだ。そうだね、彩り欲しいよね、キュウリとかね。それはちゃんと酢飯作って？はい、そうです。実家今？あ、じゃないです。一人暮らしです。一人の手巻き寿司ってさ、俺経験ないんだけど、楽しいの？はい、なんか、楽しいです。あの、すぐできるんで、なんか、なんだっけ、寿司酢を入れて、うん、もうご飯と混ぜて、うん、でだけなんで、なんか、すごい簡単にできて、うん、あの、めんどくさい時とか、食べちゃいますね。なんかでもさ、手巻き寿司の醍醐味ってさ、はい、いろんな具材があって、次どれにしようかな、はい、あ、次これとこれの組み合わせみたいなことじゃん。確かに。イクラとマグロしかないんでしょ？はい。もうそれを交互にやるしかないよね。はい。イクラにマグロ入れちゃうパターンもあんの？はい、両方一緒に食べることもあります。なるほど。まあまあ、そう、それしかないもんね。足してほしいな。え、手巻き寿司やるときは、はい、ちゃんとあの、はい、なんだろう、メガホンみたいな形にする方、それとももうくるっと普通に細巻きっぽくやる方？そうですね、適当にもうぐるぐるって巻いちゃいますね。あ、食べれればいいやって感じです。俺結構綺麗にあの花束みたいに。ああ、ね、そうなんですね。そう、まずは作品として楽しみたいタイプなんだよね。はい。さあ、というわけでメロメロのひなさんにはこの後もお付き合いいただきますが、ここで一曲お願いします。はい、7月の29日にリリースをする新曲を聴いていただきたいと思います。メロメロで最高傑作。今目の前に FM フジ劇団サンバカーニバルミュージックカーニバル。劇団サンバカーニバル、今夜のゲストはリモートでのご出演となります、メロメロのひなさんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ひなさん、はい、ラジオネーム KK、 木下彩菜さんより先輩ですかって聞いて、木下さんは、はい、お知り合い？木下さんはあの同じ事務所 の、 あの先輩になりますね。先輩なんだ。いや、はい、このラジオをずっとやっててくれたから、はい、久しく会ってないから元気してるかなと思って。はい、多分元気だと思います。多分何回かあの一緒にライブとかさせていただいたことがあったので、うん、はい、あ、さほど接点があるわけじゃないんだ。いや、結構ありますね、うん、その割にはあんまり事情知らなさそうなそうですね。そうですね、よろしくお伝えください。はい、で高見さんもなんかね、はい、あの同じメンバーの、はい、マミちゃんとは、はい、あの同級生で。おお、そうなんです。同じ学校？同じ学校でした。へ、そうなんですね。はい、すごいね。そうなんです、同じ学校で卒業しましたね。じゃあもう当時から、はい、仲良く、仲良くさせてもらってました。はい、どっかでさ、はい、一緒にまた会ってさ。そうですね、女優業とかもされてますし、うん、今こうしてメロメロとして、はい、連絡取ってんの？連絡取ってないんですよね。そんなに仲良くじゃない。いやさあ、曲の話いきましょうか。はい、7月29日にニューシングル最高傑作をリリースしますが、どんな曲に仕上がりましたか？うん、はい、あの今回は小西康晴さんにあの、うん、作詞作曲編曲をしていただいて、うん、はい、あのとても嬉しいことにいいよね、いただいたんですけれども、うん、
あのすごく歌詞があの女の子にすごくあの受ける歌詞なんじゃないかなと思っていて、なんか女の子が最高の恋愛をしているっていう歌詞で、あのすごいウキウキしてもうルンルンなあの女の子の歌になっています。あ、そう、はい、すごいね。だって小西さんってなかなかのおじさんだもんね。よくそんなさ女の子の気持ち書けるよね。本当にすごいなって思いました。女の子の気持ちがなんかこんなにも分かるんだなと思って。そう、なんかさ、はい、その歌詞の中でもあこのフレーズ好きだなとか、はい、あでもやっぱり最高傑作っていう部分があるんですけど、うん、歌詞の中で、うん、最高傑作最高傑作最高傑作って3回言うところがあって、うん、そこが一番インパクトもあって、あとなんかイヤホンで聞くと右左右ってこう交互に聞こえてきたりして、そこはすごく聞きどころです。これ最高傑作っていうのは何に対しての最高傑作になるの？恋愛に対してです。この恋が最高傑作っていう。なるほど。はい。わあ。さあ今回ミュージックビデオも作ったと。はい。どんな内容になってますか？ミュージックビデオは、うん、あのなんかすごくおしゃれなところで撮って、うん、あの結構カラフルな感じで見た目も良くて、あの3人がずっと同じ一つの画面に映ってて、もう見どころが満載になってます。あ、そう、やっぱその色とりどりってやっぱ小西さんの世界観も踏襲してんのかしらね。はい、はい、そんな感じだと思います。それは何、見たいという人は YouTube なんかで見れるんですか？はい、 YouTube のチャンネルでメロメロチャンネルで見れますので、うん、よかったら見てください。はい、はい、さあというわけで今後のお知らせ等ございますでしょうか？7月の29日にリリースをしますので、うん、あのリリースイベントなどを行っていますので、詳細はあのツイッターなどで確認していただけたらなと思います。はい、というわけで今夜のゲストはメロメロのひなさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではお別れにもう一曲お願いします。はい、7月29日にリリースする最高傑作のカップリング曲になります。メロメロでメインストリートは朝7時。